皆さんご機嫌ですか？どうも希望です。皆さんこちらの漢字読めます？僕は読めません。まあとにかくこんな漢字が読めなくたって生きていけるっていうことです。というわけで名探偵コナンあるある第8弾いってみたいと思います。動画が面白かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ポチッとな。ジンとウォッカの帽子ゴム紐がついてる説。ジェットコースターに帽子かぶったまま乗れちゃう。これやっぱゴム紐ついてますよね。ちょっと恥ずかしいね。コナン君の残念すぎる絶対音感。なんで音痴なんだよ。稀にですけど現実の世界にも絶対音感を持ちながら音痴の人っているらしいです。ちなみにキーボーは絶対音感もないし音痴です。麻酔銃がない頃のおっちゃんの眠らせ方がガチでヤバい。コナン君なんとおっちゃんの頭に貝皿をぶち込み意識を失わせました。犯人探しするのもいいけど確実に君も犯人だから。コナン君関西弁をなめくさ切ってる。おまんがな。三彦二人いる問題。こちらご覧ください。なんと三彦が危険らしい。すぐに助けに行かなきゃ。でもじゃあ君は誰なの？京極さんツッコミどころ多すぎ。ぶちこら京極誠のツッコミどころ。顔が30代。まだ18歳ですから高校生ですから。その子が危険な目に遭うと世界中どこにいても駆けつける。その子レーダーとかあんの？どこでもドアとか持ってんの？考え方が古臭いというかもはや時代が違う。なんと京極さんその子に空手の試合で負けるとこを見られるくらいなら切腹するとか言ってます。大丈夫、あなたに勝てる人この世にいません。日本国内に自分より強いやつがいないから海外に探しに行く。いや海外にもいないから、もう宇宙行けよ宇宙。意外とやきもち焼き。そこがまた可愛い。その子が熱を上げるキッドには嫉妬心メラメラです。キッドもいい迷惑。アルソックとか頼むより防犯能力が高い。京極さん鈴木財閥の相談役からは世界最強の防犯システムと称されております。エアガンの弾全部掴めます。動体視力の限界超えてる。八方塞がりの状態で目に映らないとこからの弾も全て捉えられます。この人人間？いいえ京極さんです。モットーは戦わずして勝つ。いやいつも殴る蹴るしてるのどこの誰？公式戦出過ぎ問題。東国さんなんと公式戦400戦連勝無敗を誇っています。でもちょっと待って、これおかしくない？大雑把ですけどちょっと計算してみましょう。仮に小1から空手をやっていたとします。今18歳なので空手歴は12年、1年間に33戦している計算になります。1回の公式の大会でまあ5戦するとしましょう。するとなんと2ヶ月に1回以上公式戦に出ているということになります。まあ団体戦とかもあると思いますが、それにしても戦いすぎ。ナイフに刺されるなんてかすり傷。なんと京極さんナイフに腕を刺されながら相手を倒しました。しかも心配してくれた人に。あ、これですか？いやこれですかじゃねえよ。一歩間違えば死んでたよ。もうあんた怖えよ。ボーリングの球投げたら壁にめり込む。どこのキャプテン翼？ボーリングの球、重さだけで言ったら砲丸投げの球を超えるものもあります。砲丸投げの世界記録は23メートル。京極さんが投げた鳥は18メートル。しかもアンダースローで壁にめり込ませている。この人オリンピック出たら一人で何個金メダル取れるんだろう。走ってる車を持ち上げて止める。もう驚きもしないよ。ちなみに京極さん今でもなおさらなる強さを求めて修行しているんだとか。この人がラスボスでいいよ。